のお姉さんこと五十嵐美希です。今日のテーマはじゃん、風です。ということで、風ですって言ったからちょっと風を起こしに来ました。すごい、さっき一生懸命セットしたのにも。いい感じじゃないですよ、全然。ちょっとビジュアル系バンドみたいな。全然いい感じじゃない。ということで、はい、元気先生です。はい、一岡元気です。よろしくお願いします。お願いします。これがね、全然のポーズなんですよね。はい、あ、びっくりした。もう本当にもうこの平和なミキラボにド S のも元気ラボに、はい、あのお邪魔して実験をさせていただいたんですけれども、今回は、はい、ミキラボに来ていただいたということで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、いつもね、あの、はい、元気ラボの方ではいろいろな実験お世話になってます。はい、こちらこそ。この間もね、実験して ね、30分で終わる実験が2時間かかりました、ね。かかりましたね。でもバッチリできましたんで、はい、よかった。編集でうまくなってるかと思います。なってるかと思元気先生の圧がすごいんですよ、はい、その時間に追われた時の圧といい、風といい、ちょっと頑張って実験成功させなきゃっていう感じで頑張ってやってましたけど、ね、ちょっと怖かったですけどね、はい、今日も怖いですね、みんなね。いやいや、怖いね。新しくなったミキラボ、すごい僕も拝見させていただいてて、はい、嬉しいです、ありがとうございます。すごい分かりやすくてね、子供たちのためになるような動画いっぱい上げてて、すごい面白いなと思って見てます。嬉しいです、ありがとうございます。いや、スタッフの人が今万歳してます。いや、ね、すごいほんわかして楽しい動画ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今日もほんわかした感じで一緒に実験していければと思います。はい、それではレッツサイエンス。クイズです。このドライヤーでこの車に風を送ると車はどうなるでしょうか。1番、風を当てても車は動かない。2番、車はこっち側、左側に動く。3番、車はこっち側、右側に動く。4番、爆発する。4番爆発、怖っ、はい、何それ。スタッフの皆さん、爆弾ないですか。怖い怖い怖い、ね、なければ硝酸カリウムでも。怖い怖い。はい、じゃあみんなどれかな、はい、3、2、1、ではやってみよう、はい、スイッチオン。さあ、これ今風が出てます。じゃあこれをここに当ててみるよ、いくよ、はい。おー、早っ。ということで正解は3番の右に進むでした。実は風で物を動かすことができるんです。ん、私が空気だとして、元気先生が車だとすると、はい、この空気がこのように動くと、このように元気先生は動きますよね。ここでまたクイズです。さっきと同じドライヤーでさっきよりも強い風を当てるとこの車はどうなるでしょうか。1番、さっきとは反対側に進む。2番、さっきと同じ向きで同じ速さで進む。3番、さっきと同じ向きでさっきよりも速く進む。4番、今度こそ爆発する。好きですね、この愛は元気先生。3、2、1、それじゃあやってみるよ、はい。どうしよう、本当に爆発したら怖いんだけど、なんか仕込んでません？いや、ワクワクするね。どうなるのかな。じゃあいきますよ、さっきの強い風です。いきます。で正解は3番のさっきと同じ向きでさっきよりも速く進むでした。風は強くした時の方が物を動かす働きも大きくなるんだよ。今日は元気さんがせっかく来てくださったので、はい、風を使ったゲームで対決をしたいと思います。やってみましょう。はい、
まずここにさっきと同じ車を3つ用意しました。さっきと同じじゃないですね。となんと爆弾がついてるんですね。おー、用意していただきました。そうなんですよ。ありがとうございます。元気さんが爆発とか言うからでそれぞれ、うん、今この同じ大きさのうちわがありますよね、はい、端からこのようにそれぞれ仰ぎます、うん、はい、で風が当たると車は動きますよね、うん、強い方がこっち側に動きますよね、うん、なので、はい、それぞれ仰いで、うん、この車が相手の陣地にたくさん入れられた方が、うん、頑張って仰げば勝てるってことですね。そうですね、こんな感じで、はい、わかりました、はい、時間は10秒です。はい、よーい、スタート。あれ、やばやばやば、強い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 、いけー、いけー、勝ったー、勝ちましたー。危なかったー、やられるとこだったー。あれ、どうしたの。ずるいずるいずるい、はいはいはい。あれ、ずるいずるいずるい。よかった、一個生きてた。ずるいずるい。どうしました。ずるいずるい。何隠してるんですか。いや、なんか風で対決って言ったから、はい、風ならいいかなと思って、はい、あ、ちょっとバラバラになっちゃった。もう全部、もう全部バラバラになっちゃいました。もうバラバラ。みんな実験はどうだったかな。今日のポイントは、風には物を動かす働きがあること、うん、そして風の力が強くなるほど物を動かす働きも大きくなるということが分かりました。じゃあ今日元気さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、やっぱりね、風のね、強さが大きいほど物を動かす力が速いっていうのはね、はい、最後の実験でよく分かったかと思います。もう本当にね、はい、これがボロボロになっただけではなく、はい、私もボロボロになりましたからね。すごいね、強い風を、はい、だいたいですね、新幹線より速い風をね、送ってみました。いや、人間当たるとああなるんですね。みんな分かったかな。風はね、強いとすごいってことが分かりましたね。ね、はい、はい、ということで、この実験が楽しかったよという人は、いいねボタンと、あとチャンネル登録をお願いします、はい、あと元気ラボの方もね、はい、YouTube やってますので、ぜひ面白かったという方はグッドボタンや登録をお願いします。はい、ぜひね、遊べて学べて楽しめる実験いっぱいね、はい、やってますので、面白い、はい、ぜひチェックをお願いします。はい、お願いします。それじゃあ今日はこれまで、またね、バイバイ、バイバイ。はい。おー、バック。